私とあんたです。こんにちは。こんにちは。はい。いいよ。あ、はい。うん、間違ってる？大丈夫、大丈夫。大丈夫やな。はい。で、今回は最終回になると思う。うん、あの、チャンピオンリーグとついたし、うんうん、で前回ね、うん、最後に、うん、まあ、ちょっと収録外で挑戦してみたけど、ボコボコにされたやんか。あ、そうそうそう。だからちょっと。本当に芯だから。ちょっとレベル上げと、買い物して、あの、まあ、今これ出てるけど、うんうん、まあ、こんな感じでちょっと、わしがあの、収録外でレベル上げちょっとやっといたから。うん、あ、これでね、うん。お金も12万5千円使ったからな。うん、まあ別にいいわね、使って。これで勝てへんかったら、まあちょっと、きついな、っていう感じ。そうなん？まあ多分勝てる。あ、そうなん？上げすぎてはいないはずやけど。うん。うん、ほんで？で、波頭もあのほら、あの、フリーザー、伝説のポケモン、うん、に交換して、ヒヤオやったっけ。ヒヤオに変えてあるから。これで。ヒヤオにね、うん。これでいこうかな。本当に失礼な名前をつけたけど。はい、行きましょうか。これはもう誰とも喋らんでええの？うん、まあ、とりあえず全員喋る。出るで。いや、出たらあかんねん。出たらあかんの？この中やから。左上かな。その先へ。今のなんかこの、ここいいの？この。そこはいい。エスカレーターは無視、無視でいいの、うん、そこはあの、うん、通信の関係。ちょっと待って、この人喋っていいんだ。喋っていい。一人ずつ戦うの、もし勝てたらドアが開いて奥の部屋に進めるわ、うん、分かりました、うん、はい、やってみます。で、最初誰やったっけ。私がしてるカンナさんです、うん、氷ポケモン、はい、右に出るものはいないわ、氷やし、まあ、とっても協力よ。あ、そうなんですか。怒ったらあんたのポケモン全然動けないんだから、はぁ、あ、いい、いい、もうこんなんな、全然慣れてるから。こういうやつ。こういうやつね。こういうやつに慣れてる。最初ジュゴンか。え、ジュゴンって普通にいるやつやん。そう、いるやつや。あ、こんなんやったっけ。そうそうそう。これは何がよろしいの。どうやろうな。まあ、そこかな。もうちょっと普通に、うん、してみんで、この河原で。あ、もういい感じ。あ、いい感じやな。もう一回やれば勝てるやろ。絶対。いや、だってこう半分以上減らしてるからな。うん、あられ、あ、そう、うん、そうやな。あられっていうのに、あのあられ、あられがあるとね。じゃあ本当に瓦割りでよろしいですか、うんうん、これはあの、空手のやつ、うん、あ、ほんま、うん、あ、そうなんや、技マシンもあのいろいろ使って、技構成書いてあるから、うん、で、次はパルシェンか、あ、パルシェンやったらまあこのままでいいか。パルシェンって何？パルシェンって何？あ、このままでいいって言ったよ、今。そうですか。カイ、あー、これね、カイなの、これ、うん、これカイには見えへんな、全然。で、戦うけど、うん、もうこのね、うん、空手で、うん、このまま、うん、空手のカードで、これはもう、あの、硬いからっていうこと。そう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 、それやったらもう、で、相手3つタイプも持ってるから、水の技があんま効かへんだよ。ああ、うん、カメ、はい、もう戦うんですよ、戦う以外にな、考えられない、うん、でこの、まあ、貝の、うん、あれ割ったのかってことやな、つまりは。そうそうそう、貝が割ったるでってことやな。なんか身を守ったはんで、うん、いいの、こんなんで振り続いてんのに。古作やけどね、うん、次で倒せるやん。もう一回割ってみるけど、うん、え、ちょっと、あ、そう、あ、そういうことで。あ、よかった。
かこっちの、はい、ちょっとな、うん、してんのトリッキーな戦い方してくるから今までのトレーナーと違って、はい、いやらしい、そう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 な、関西風に、そうやな、いやらしい、ヤドランか、まあええか、いやどれ入れ替えへんな、じゃあ、変えようか、あ、そうなんだ、ヤドランヤドランって何、ヤドランって尻尾に貝殻が噛みついてる、あ、私がなんか前に言ってたやつ、え、じゃあネズオか、ネズオさんで、うん、あ、ヤドカリのな、ヤドランなんじゃ、え、違うのどうやろうな、ヤドカリなんじゃ、ヤド、あ、違う違うこれヤドカリとは全く関係ないな、必殺でええと思うで、前歯で、このネズミの、うん、外してる外してるやん、何この気持ち悪い、なんか今うわーんってした、うん、何気持ち悪いやつは、次の段寝てしまうやつで、まあいいけど、まあ、気持ち悪いな、回復してやる、なんかもうどっかのおっさんのゲップみたいだったで今ほんまやな最悪な、もわーんってしたやつだって今臭そうやったな、うん、電車の中とかでおっさんが王将でな、餃子食いまくったらと思う、やっビールと餃子のな、うん、もうしかもそれも満員電車の中でな、うん、みんながうわっていう顔するやつ、このおっさんみたいな、エネゾーディーでしょ、うん、エネゾーディー、これあ、いいのか、何も言われへんしびっくりするやん、ほんで俺がちょっと痛いな、あ、死んじゃう、死んじゃう、もう一回やめて、やめて、もう一回回復しようか、今度はな、これ満タンでいいと思う、え、なんでそんなのあれすんの、急所で当たったから、まあ生きとっただけ良かったけど、急所ってどこやろ、寝相の、うん、どこやろな、血オスやし、あそこやし、にうわって水が来て、大丈夫かな、え、ちょっと逃げんの、逃げられん、ポケモン、オッケー、戦う噛んでいい、じゃあ噛んで聞くの、今必殺前歯でいいと思うけど、じゃあ噛んでみるよ、これしなかったら、まあ、またちょっと、じゃあ必殺前歯からまた考える、しないよ、誰が死ぬの、死ぬ、ネズオ、あ、ネズオのこと、ああ、ギリギリ死にそう、まあいい、次で倒せる、あ、戦うの、これ上にしようか、それで倒せるやろ、電撃波って何、うん、電気の、あ、電撃波な、波って波じゃなくて電気波ちゃうね、波は電気の波じゃないで、電撃波、そうそうそう、あ、そう、わかりました、びっくりした、電撃波って素晴らしい、電回電気の波があんのかガーって前歯の、あ、痛そうやな、うん、あ、これどうやろ、一番効きそうやもんな、変えようかな、変えた方がいい、じゃあもう変えて品種を、品種のどうしようかな、やめて、かといってっていう感じやけど、まあ高見猫で、高見猫でいいの、うん、ええよ、とりあえず入れ替えんです、うん、そしたら、うん、何がプラスって何ですかこれ、なんか背中に硬いやつなんだね。これもらったけどな。え？いや。もらった。あ、そうか。もらったって何？どうしようかな。ドクドクってみようか。何ドクドクってなんか怖いわ。相手ドクにすんね。怖いわ。当たらへんの。この言葉。まあ、ドクドクってそのドクドクって。ドクドク強い。強いな、うん、麻痺してね、大丈夫な、タカさん、なんかもう帰る帰る、ちょっと危ないな、じゃあ、うん、噛めた、噛めた、うん、また全然やめた、役に立たへんかったな、お前なあ、タカミネオ何の役にも立たへん男やった、んでまた急所やよ、うん、当たりすぎやな、で急所な
分かった、ほんだらなくすっていうのないの、急所なくすが自慢戦いにしちゃってごめん、いいの、あ、いい、戻して道具 使うわ、あ、これね、うん、でな、下の方にこれやな、プラスパワーっていうの、これ使って、ま、これを使う、うん、これ使う、そうそう、ホイールを上げて、上げなかったな、うん、それでのしかかってきた、この辺のやつが、うん、これ、まあ、引いてもいいわ、またあの回復の薬っていうの使って、で、これまた回復の薬を使うと、うん、回復の薬どこに、かきくけこ、か、はい、あゆえお順ちゃうから、違うのあれ違う、今なんかあゆえお順、違う、あ、違う、ラプラスあれか、氷タイプだから、から変わらわり相手のな、あ、のしかかってくるのし、このしかかりが好きやね、このラプラスさんは、うん、女のくせに、そうやな、もう一回ラプラスパワー使ってた、あ、そう、あ、え、に逃げてへんで、うん、逃げたらあかんで、うん、ちょっと待って、あ、これね、違う、え、回復の薬、違う違う、プラスパワーあ、これ、はい、使いますこれでそう、攻撃力をどんどん上げていったらいいね、うん、のしかかってくるの好きやったら好き、うん、そ、好きなだけのしかかってきたらいいけど、いいよ、もう一回使おうか、プラスパワーでいいでしょ、うん、うん、本当にね、なんかのしかかってくるのはいい、急所多いな、うん、で、回復やな、もうなんかあの急所を取り去るってことできひんのえ、回復虚勢ってことだ、うん、急所があるからこその弱い、うん、でもまあ人間もそうやもんな、まあ、回復これでみたいな、そう、大体そのいわゆるその急所で人生をダメにしてる人ってやっぱ世の中に大多数いるわけ、大多数ってすごい、ね、いるか、いるやん、あんま聞いたことないけど、急所で、え、でもう戦っていい、あんまり聞いたことないけど、なんじゃないで、え、変わらわりいや違う、急所があるからこその話でしょ、全てが、まあな、もう倒したい、死んだやん、よかった、もうのしかかるや女がのしかかり女、のしかかり女がすごく重そうやった、まだいるやろ、俺でカンナルージュ、あ、いやー、そうか、私もポケモンを入れ替えますか、変えようか、あ、はい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 、ワンチにして、じゃあワンチに入れ替えて、うん、ワンチってどんなやついる、ワンチ、あ、これか、巻きびしのダメージ、何これ、相手が使った技、ね、うわ、気持ち悪いわルージュが気持ち悪いわこれはのしかかってきひんのかな、分からへん、これこそがのしかかってくる感じやで、私見た感じは女子としてな、うん、でなんかこう逆に、うん、訴えられそうな感じ男がな、そののしかかったのに、うん、女の方が訴えるってこと、女の方が訴えられる、男に男いいな、うん、もうそんな気がなかったのに、うん、気にまかないみたいな、たまにあるやん、たまにあるやん、そういう事件、知らん、あるか、ちょっと回復しちゃってや、ちょっと待って、どこで回復するの、ここで、ちょっと、ちょっと、分かったけど、もう次の部屋に進むんやけど、うん、で、でバックでまずこの音がすごい、何でもな、何でも直しかな、な、なんでは、はい、うん、これを使うと、これをまず高見に、高見におさんにこの何食べたか知らないけど、何か食べてほんで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 、体力回復したいから、さまず、あ、こうすごいの一回使ってしまおうか、一個しかないでいいの、すごい傷口、こんなんも使ってしまっていいの、このすごいやつを、別にいいよ、まず高見のでいいの、この高さに使って、この、うんうん、なんか色が違う、さっきとすごいだけにピンク色なんや
なんでやろ。ほんで、うん、満タンの薬か。あーサシス、あ違う、マミヌネも、あ、満タンの薬、はい、それを寝相やな。あれやな、あいうえお順じゃないって言ってんのにまだあいうえお順やと思ってんな。あれこれで、うんうん、知らんけど、うん、これでいこうか。これでいい、うん、ほんで、まあ、最善を期すなら、うん、カメタンも回復症ではあれやねんけど、うん、ちょっとこの女の人なんで抜いてくれへんの。上もう行ける。あ、そう、あ、そう、そう、ま、またいで行けていける。あ、そう、あ、そういうこと、ね、そうそうそう、あ、そういうちょっとそういう感じだよ、うん、で、これなんや、これ誰や。俺はしてんのの芝、神やね、だもう神芝県ポケモンも戦い鍛えればどこまでも強くなる、うん、俺はそんな鍛え抜かれた格闘ポケモンたちと生きてきた、うん、すごいね、このドキュメンタリーやな俺はそうやって生きてきたんやみたいなそういう番組あったな。聞いてみるがいい。うわヒーハーちゃん、ヒーハーじゃなかったよ。酔い知れたかな、酔い知れてんね、だから、うん、さっきの発言から伺える感じ。でも鍛えたのはポケモンであってこいつが戦うわけちゃうからそうなんそうやけど、こうやっぱもう酔い知れてるから、だからデブが格闘ポケモン使ってもええわけやんから。でもやっぱりガリガリとか、やっぱりドキュメンタリー番組に仕上げようとするとそんなデブなんかやった話にならへんから、うん、もうこのちょうどいい感じね、うん、きっとあーもうこれ岩タイプだよこれはもうあれや、水鉄砲やったっけ、水の波動を覚えさせたよ。なんなんこのなんか知らんけど、それで一撃やろ。ちょっとなんかすごいいい感じのそんなやつを使うなんて、一撃なん、一撃やすごいなぁ。で次出てくるのをちょっと見て。倒れてしまった、イワークさん。エビやろ。あ、帰る帰る。ここで。エビナ。うん、エビナ。エビな感じなこれ。エビのお菓子食ってる。エビの感じのやつだ。な、どうしようか。だからミネオカヒアオやね。あ、そうなんや。うん。よし、分からへんけど、どうしよう。どっちでもいいで。ヒヤオ出してへん、ヒヤオ出して、出していいよ。最近ちょっと、うん、最近ってか全然見てへんし、初出しやな、うん、ヒヤオ伝説のポケモンや。こんなボリュームポテンシャル的にはもう一番強いのない名前ある。ほんで飛行タイプに弱いよ、格闘タイプって。はい、このツバメ返しか空を飛ぶが効くねんけど、うん、空を飛ぶにしようか、まずこれ、うん、なんか飛んでみたい、飛んでやってほしい。でもすごいやん、うん、相手のエビワラーの攻撃は外れた、うん、あ、すごいすごいよ、ヒヤオあれ残ってる、すごい、ちょっと岩石用事、あ、ちょっと痛いな、あ、これ死んでしまうかな、大丈夫だな。今の気持ち悪いやつ。4倍やから。あ、素早く下げるのか。ちょっとまずいか。じゃあ、仲良い。まあまあいいよ。ダメージ的には、全然耐えてるから。何、じゃあ、戦ってよろしいの、一回戦って。うん、じゃあ、つまめ返しでしょうか。じゃあ、つまめ返しかな、この。なんかは知らんけど、つまめなの。つまめちゃうけど。あ、違う。え、なんか、回復、いいわらさ、うん、この元気になってしまったけど、まあ、いいの、トレーナー薬、そう、ね、うちらも使ってるからな、うん、もう一回使ったら倒せるよ。つばめ返しでいいの、つばめ返しにすんで、うんうん、いや、まだこっちの方が早かったな。あー、おいしい。なんか、気合パンチからやろうとしたのかな。1590円、うん、いいんじゃないや、経験そうやな、怪力か、変えようか。あ、じゃあ怪力はもうなんか知らんけど、高見せたけど、ヒヤオがちょっと高さんでいいの、素早さ下げられてしまったから、じゃあ、ヒヤオがな、うん、
ほんで、あ、こういう腕が4つついてる。そう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 。あ、だから怪力なのね。そうそうそう。これは、まあ、再起光線でいけるか。再起でいいの。ほな、行くで。いい。行って。いや、倒せるやん。あ、残るんか。こうか。あ、でも混乱したな。これで自滅したらええね。相手の怪力は混乱してる。うん、自滅しればいい。そんなことってあんの？怖いか。あ、え、怖い怖い顔。あ、多分またな、回復してくると思うね。ちゃんともっと怖い顔して。お盆か。お盆のみって何？相手怪力。木の実を持ってんの。怪力はお盆のみって。うん、あ、お盆の実になっ。そうそうそう、実。実、うん。お盆だけとかじゃない。まあいいか、とりあえずあの再起連打でいいから。あ、じゃあ再起光線はもう、うん、あ、よかった、メラメラと再起で薬使うと思ったけど使えへんかったな、うん、でこの怪力さ死ぬとこれで、うん、でもう一匹いたやろ。知らん。そうなん。うん、多分もう一匹いる。芝沢村。あ、大丈夫。沢村誰か、沢村さんが近くにいはったやろな、きっと、うん、沢村さんが、あ、もうこのままで、この高尾さんの森。あ、また2匹いるのかと。何これ、気持ち悪いの、沢村。じゃあ再起連打で、再起でもう怪我してんの、足、これ今足怪我してんの、あれ、あ、キックのポケモンだから。ああ、キックの、よかった、救助。その割にはなんかすぐ死んだね。ほんまやな、包帯に見えた。うん、ほんでもう1匹いるわ。あ、岩く、あ、帰ろうか。あ、そうなの。帰る帰る。うん。じゃあ、はい、うん、買います。カメタンでいいわ。カメタンでいいの？うん、で、カメタン。最初に出てきたの、ほら、岩の一撃倒したやつ。あ、あれカメタンで倒したやつ。うん。で、また水の波動使えば一発や。全然わかんない。全然もうこれが出てきたことは覚えてるけど、これでいいんですか、うん、この。強い。あ、ま、即死。即死。即死や、よかった。ほんで。あ、レベル上がった。ほんで、ほんで。あ、そうなの、うん、もうこんなん、もう数字だだけ。うん、あ、わかった。私も基本的に。何や。今ほら気がついたけど。今も。やっぱ超文系人間。まあ、君はな。そのこういう数字とかに全然覚えられへん、ね、いやこれひらがなやから読みにくいだけやろ。そうなん、うん、ちょっとね、またもう一回ポケモン見ていくと、そう、次に行ってくれ、うん、ポケモン見て、え、ポケモン見てて何、回復必要なのにポケモン、ヒヤオをちょっと回復した方がやろ、ヒヤオさんね、これね、バックで、え、じゃあヒヤオを、うん、この多分いいでいける。いいです、うん。こんなん一個で治るの？どうやろう。多分いける。なので単位買ったらもう一回使って。これ具体的に見てみたい。何を飲んでんのか。ああでも、ああ、もう一回使った方がいいな。地域づくすりをもう一回このヒアオに投入。うんうん、投入。これ何やろ今の、なんか茶黄色いこの。スプレーやってだから。シュッとこう。そんなん。人間界にも欲しいな。あれ、ちょっと何も。マキロンみたいなやつやろ。もう一回見た方がいいの。何？え？あ、ええよ、もういいよ。マキロン。マキロン。マキロンでシュッてこう傷に、擦り傷にかける薬あるやん。あるな。染みるやつ、うん。知らんけど。あー、マキロン。あ、それな。それな。だマキロンみたいなやつやと思う。あー、はいはいはい、あれのことなの。ああ、なんか忘れてた薬や、そんな。長いこと。ほら、最近ほら、あの、ウイルスのせいで、マキロンとかそんな全然活躍せえへん、うん。昭和の薬の名前や、マキロンなんか。そう。でも多分未だに、私は見てへんけど、多分売ってんやから、絶対に。売ってる、売ってる、そら売ってる。うん、痛いの、あれ。染みるやん。あ、痛いの、あれ。うん。もう誰や、ほいで。この、私。おばあちゃん。あんたにも本当の戦いっていうものを教えてやる。ああ、随分でかい。これおばあちゃんな。80代ぐらいだから。そんな言ってんの？
ゃあ言ってそうやな。いやでもさ、スプーンおばさんみたいに80代で思い出した。俺スプーンおばさんじゃん。あのスプーンおばさん知ってる？スプーンおばさんって、スプーンおばさんって何？え、昭和のアニメ。ちょっと分からへん、見たら分かるかも、ね、波乗りでいこうか。え、そんな爽やかなダイヤって、80代のおばあちゃんといえばで、スープおばさんっていうアニメやったんやん。私思い出した、なんかちっちゃい、あの AV 女優の話を思い出してるけど思い出したっていうか、最近 AV 女優桜木類かちゃうって、80代になってからデビューしはった AV 女優がいるの。うん、ちょっとどういう女優買うんでいいやろ。いい、どういう需要があるの、みんな。え、知らない、それは。それがな、それ私はなんか携帯をいじりまくってたの。見たい人いるか。そしたらなんかそのニュースにガーンってなんか出てて、なんやろこれと思って読んでみたら、そのおばあちゃんがなんとかなんとか、ちょっと見といて、ここでデビューしましたとか書いてあるから、え、どういうことと思って、ゴルバク変えようか。あ、わかりました。ドクタイプか、これ、この人は、うん、変えるね、変えるドクタイプやから、まあ、高見ね、高見ね、うん、で、まあ、はあ、そしたら、うん、なんか、あの何年か前に旦那さんと、まあ、やはったやろな、ご主人が、うんうん、ほんで、しなはったみたいな、旦那さん15年か20年ぐらい前に、うん、まあ、それこそなね、60代後半かなんかの時に、うん、60代の時に、うん、ほんで、うん、でそれ以来、じゃそれまでは、うん、そこのところはもっとびっくりしたんやけど、うん、それまでは主人が亡くなるまでは前ぐらいしていましたって書いてあった。ちょっと待って、私のなんていうの、あの、それは何、主人、ご主人はじい様か。そうそうそう、もちろんもちろん、知らんけど、できたんか、知らんけど、おばあちゃんは分かるけど、60代のおばあちゃんやってんのな。おじいちゃんは何、じゃあ同い年やったんかもしれんし、バイアグラかなんか、もっと若かったんか、なんかそこまで書いてなかったんやけど、主人を亡くしましたと、うん、でだけれども、うん、亡くすまでは何を隠そう毎晩していました。でも死んだその時、まあ、その死んでからというものを、もうめっきりそういうことに、うん、まあそりゃそうやろうな、はい、いい意味やからな、あの、まあ、誰か新しい人を作るわけでもなく、うん、たまに一人でしてましたってそこもびっくりしたんやけど、それほんまの話、ほんまだ、だってあの本当に普通にの記事として載ってて、うん、で全然普通にデビューして、まあ、だから多分本当にどっかに、あの私は分からへんけど、うん、どっかに あんやろうな、その辺のなんか、うん、あの DVD 時代何なりに多分まあデビューしはったんじゃん、発売じゃないわ発売や、超失礼やな発売や、発売してるやろけど、おう、うん、でそこにななんかそれ、うん、でそれでそうそう、なんかそれでも、まあ死んでからというもの、めっきり、まあ誰かそんな おじいさんのこと大好きやったから、そのお父さんのことが、うん、もうそんな気になれへんから、うん、ずっと一人でいましたと、うん、でもやっぱりなんか、まあ、あの、はいはいはい、まあ要するに死なかったのもっと前かもしれんってこと、うん、だから死んだのは10年ぐらい前、10年でも70代、10年20年ぐらい、とにかく割と20年やったとしても60代ね。そうやな。でそれでその間、うん、まあ一人でしてたんやけど、うん、あのある日なんかこうやっぱり一人で家の中にこもっててもあかんわと思ってまあいろんなとこ飲みに行ったりするようになってんて、うん、うろ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 、うん、そうしたらなんかどっからともなくそういうなんか話が舞い込んできたと。あのでもそんな話舞い込んでくるってことはやで、そのおばあちゃんが、うん、まあドスケベやっちゅうのを、うん、まあ、みんな知ってるってことだ。あ、そう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 、だから結局そういうふうなとこうろうろしてたね、また分からへんけど、うん、お金があったからかあるのかないのか知らんけど、うん、行った先は知らんけど、もしかしたらホストクラブかもしれへんし、はいはい、分からへんや、まあ、まあそういうとこ、まあ、どこか飲み屋とか行かはって、そうそうそう、最近そのご無沙汰やから、うん、
一人でやってるけどもなんとかならへんかと、うんうん、でも他の周りにいるおじいちゃんはもう立たへんと、うん、っていうふうなことになったんか知らんけど、それやったらじゃあそういう企画もんので、なんかそういうプロデューサーみたいな人がこう近づいてきてそういう話を持ってきはってんで、そのおばあちゃんのその話に今そう書いたり、でそんなん普通ど素人から考えたら考えられへん話やん、まあ、そうやな、でしかも私の年知ってるやろみたいな、うん、その80代のってことやろ死んだね倒した、聞く子もうババア、本当にこのババアで思い出したけど本当そういえそんな話最近読んだなと思って、それすごいな、まあ、調べたら出てくるやろな、多分出てくるの。で日本最高齢の AV 女優って書いて最高齢だよそれも、あそうかもしれんな、でもなんていうの、聞いたことないよ、後悔はしてませんみたいな、あまあもうしなはるしな、うん、そんななんていうの、てか逆に開封してやっちゃうと、うん、高見でも死にそうやで、これ以上私ってのがいいなこれ私が言うことはない私って文字にするか、私っていうのがいいわ、回復してだからまたこういうおばあさんだと思うね、なあ私っていう強気な私っていうような、満タンやな、満タン本当に、高さどこ行った、どこ行ったの高さ、あはい、だからそういう元気なおばあさんもいるんやなっていうことを最近気づいてすごいなって思ったんやけど、でな、次が渡るやね、まあ、いいえ、ちょっとね、これいいでしょ、これだから、まあ、私出んで、うん、出て入んで、最後のえ、これはもうなんでこんな勝手に動いていくの、勝手に動いてんの、うん、あほんまやな、コントロール、あそ、そういうあれなんや、もう読むなってことない、私はさっきの銅像に喋りかけようと思ってたそうだよ、コントロールが効かへんから、そうだよ、何をすんねんと思ってんけど、余計なことすんなとせっかく喋りかけようと思ったらどうしてくれんねんと思ってんねんけどな、君が私、君が私ドラゴン使いの渡るだ、こいつ渡る、知ってた、ドラゴンは聖なる伝説の生き物、あそうなの、捕まえうまく育てるそうやな、何これ、無駄さって何、無駄さって何、あ、無駄やでってこと、無駄やで、ね、それとも今から尻尾を巻いて帰るかい、うん、で帰りますって言ったらどうなの、あそうって、あそうってなって終わんの、ならへんわ、ならへんやろそうなんや、四天王の渡れが勝負仕掛けてきた、これ最後の四天王やからね、キャラドス、うん、これはまあええねん、え、これはいいの、何これ、じゃカメタンのままカメタンの攻撃力下がってね、うん、下がって変えるか、あ、じゃあポケモン変えると、ネズオに変えたいねんけど、いけるかな、いやまあ変えてみようか、とりあえずおてけどってね、そのギャラドスの攻撃でネズオが一撃で殺される可能性があるから、こんなブサイクな男に大丈夫か、あ、大丈夫やな、あ、分かった、ほんならいけるわ、この電撃や、あ、電撃派で、そうそう電気4倍やからこいつ、あ、そんなに、うん、雷みたいな弱点、ああ、急でしょ、でこれがほいで、まあまあまあ、でもまあ、うん、噛みついかれてんで、まあ、バック、え、バックちょっと待って、うん、多分回復されるから、うん、こっちもその間にあのプラスパワー使って攻撃力上げてしまう、プラスパワー使って攻撃力を上げて、うん、ほんででほら回復したやろ、うん、こんな回復シーンでいいやん満タンにしようで、またあので、ま、また回復する、うん、じゃあ戦う、いけるやろ多分、電撃、うん、電撃派でいいの、いい電撃派って物理か大丈夫か、物理かって
何言ってんの。あ、違うか。まあいいや。何言ってんの。知らんけど。特殊か。あ、死んだかな、これは。さすがに。あ、そうなんや。え、なんでさすがに死んだってわかんの。いや、そういう技やから。あ、そうなん。わかんない。な。瀕死やん。でも死んだには死んでね。すごいね。瀕死やからな。瀕死なだけで。高見のようにしとっか。高橋でいいの？あ、高さん、高さんでいいの？うん。大体動けへんからバックで、うん、こっちもまたちょっとスペシャルアップ。今度こっちやな。あ、これでいいの？うん。はい。これでちょっと強く。特攻が特攻ってなやろ、うん。特攻特殊技。あ、そう。で、あのサイコキネスみたいな、ああいうのが強くなる。もう平上がるのめっちゃ難しい、うん、で、これ戦うでいいでしょ、うん、もちろん、うん、あ、サイコキネシス、うん、こっちの方がいい。こんな好き、うん、一番好きなのサイコキネシス。じゃキネシスっていう名前が好き、うん、それで、で次何出てくる。ほんでプテラ、プテラじゃないですか、プテラって文房具、恐竜みたい みたいな。あ、そう。テプラやそれ。文房具。あ、でもまあカメタ、カメタでいいかな。あ、じゃあ入れ替えて。うん、慎重にいった方がいいわ。入れ替えます。うん、で？波乗りで一撃や。波乗りで一撃、うん、これでいいの？うん、いい。怖いな、波乗り。死にそう。プテラドドンのプテラや。え、何や、こんなとこ余ってる。え、何を。何が余ってんの。生きてるやんと思って。あ、ほんまや。死んでる。まあね、いいや。余ってるっていうのはここんだけ余ってるってこと。ちょっと余ってる、残ってるってこと。で、これどうするの。戦って、いいよ、戦う。で、もう一回波乗るやん。そうやな、相手の破壊。あ、回復せへんのかな。大丈夫な、これ破壊、これ破壊なんちゃうの、これ。多分だよ。ほんと、カメラだったら大丈夫。あ、ほんと。破壊光線っていうのは死ぬやつな。結構強い、うん、その代わり次のターン動かれへんから。それはこの、こっち側にはないの。あるけど覚えてん。あ、そういうことね、うん、隠れやろ、うん、あ、なんか昔、あ、やめよ、これはなんや、やれ、やめ、嘘、やめ、やめ、帰る、帰る、はい。はい、帰ります。え、帰るでしょ。うん、ひやおや、ひやおり、こっからひやお大活躍。あ、そうね、そうなの。白龍って、あの芸人の話か。あ、違う、もう嘘。で、ね、レートビームっていうのあるから、うん、それ打ったよ。効くやろ。うん、一撃やろ。あ、ほんま、すごいわ、うん、すごい。次は海流とかやろ。ヒヤオ名前の割にすごいわ。伝説のポケモン。まだ白龍だね。あ、そうなん。うん、変えへん、変えへん。で、変えへんとさっきと一緒で、うん、ほんで戦うでいいの、うん、レートビームでいいの、うん、いい、いいの。そんなに死んで、死ぬで、こんなすぐにな。あ、買ったで。で、100,665。あ、そうなの。全部倒したやろ。知らん、分からへん。あ、まだいいのか。あ、いい、このままでいい。同じでいいや。海流でも、海流。いい。何、同じで言ってた今。戦い方一緒や。そうなん、うん、そう、また一撃や、こいつ。まあ、確かになんかこう、すっとぼけた 顔してる。強いね、これ、でも。あ、そうなん、うん。ごめんな、そんなん言うて。ここで倒した。ほんで優勝や。ほんで
渡るが悔しい。四天王全部倒したよ。では本物だ。6000円送りはる。6000円。6000円ものなのか分からんけど。もうやって。ドラ軍団、あ、軍団負けるなんて信じられない。これから君がポケモンに打ち合うような。と言いたいところだが、実は君はもう一人と戦わなくてはならない。まだいい。そのトレーナーの名前は、あんただ。わしか。彼は君よりも早く俺たち四天王に勝った。あ、そうなん。これこそ、彼こそ。あ、そうなんね。あれ、あ、そうね。あ、そうなんですか。そうそう、じゃあ回復しようか。ま、もう一回、じゃあわしと戦うの、最後。うん、そうみたいです。うん、ちょ、なんか。回復して。え、回復して、うん、回復して。何を何をん、うぅぅぅ。元気のかけら、まず。塊じゃなくて、かけらでいい？塊はちょっともったいない。まだ分からへんから。そうだね。じゃ使う。瀕死の子の、ネズオさんに。ネズオ、ネズオでいいですか、うん、で、両方満タン使えばいいわ。ちゃうで。え、ちょっと何もう一回。満タン。あ、これね、うん、使うと。ほんで、ネズオに使う。ネズオと噛めた。この、もう好き、なんか、なんか食べたけど。いいよ。ほんで、あと噛めたな。ほんで、この、私何してんの？あ、満タンを噛めたに、うん、どこ行ったの？はい。これ何か食べたの？何かの白とブルーのもん食べた。もうちゃんと薬によって色変えてるとこが偉いよな。まあな。うん、これやろ。ほんでもういいんでしょ。で、上行ったら、わしがいんねやろ。行くで。うん。私動かしてんのに勝手に近づいてくる。よかったな。行っとったら危なかった。私、もう一回言って。うん。回復する前に行っとったら危なかったです。私。私も来たか。はははは。弱いと張り合いないからな。集めながら完璧なポケモン探し、いろんなタイプのポケモンに勝ちまくるようなコンビネーションを探して、うん、そして今。うん、そして今。リーグの頂点にいる。この意味がわかるか。わかって教えてやる。一人で喋ってんね、この。お前俺様が世界で一番強いってことなんだよ。あ、そうなんや。まあそうだな、一応四天王倒したやからな、こっちより先に。まあでもいろんな国の首相がそう思ってるんじゃん。今みたいな首相、今の首相関係あるな。大統領とかがいろんな国ってある程度お金のある国の人たちは全員そう思ってる。俺がもう一番や。トランプや。世界中で一番の。トランプと習近平。俺が一番やって思ってんじゃん、みんな。いや、トランプと習近平だけ。あとはプーチン。あ、プーチン。その3つぐらいやろ。どう、なんか。プーチンはなかなか。自信満々でわしが最強やつって。なんであんなに自信があるのか全然わからへんねんけど。うん、なんだって俺次出る不思議だな。あ、帰る帰る。あ、帰る帰る。あ、じゃあパケポケモン、うん、ランチでいいやろ。じゃあ家に帰って、ラフレシアが咲いてる背中に、そう、臭そうな虫やな。虫ちゃう、虫ちゃう。何、花、花トカゲみたいな。バナやバナや。バナ戦うでいいの、うん、じゃあだから本当にさ、あんだけ自信、じゃ あんな自信があったら羨ましいな。なんで、まあ、いや、あんな自信。一応、大国のな。まあまあ、その、うん、あれ家にしとかなあかんしな。はい、あるのかないのか知らんけど。でも、あの政策はそんなにな嫌いじゃなかった。そう、誰の。あの、プーチンさんかなんかの、それこそその、外に出たら今出んといてくれってなって、うん、ああ、あの例のウイルスの話か。出たら300万ぐらい払えっていうふうな。
まあでもほらもう笑うやん、ウケるやん、そういうなんか限界でみたいなやつやろ、戒厳令っちゅうか、だから要するにこんな面白いのあんのって思うやん、日本はそりゃ出げへんから出てきひんやけど、うん、やってる国があるってこと自体がもう本当にもう日本以外は大体そうやん、ウケるやん、罰則チキンやん、そんな高いのって、そんなまあでもその効果なかったんやけどね、結局ものすごいなんか関西で吹いてるみたいな、うん、でない、まあ、その話はもうええから、うん、せやな、だからそれぐらい罪なんやって思い出、え、ちょっとえ、ちょっと待って、どうすんの、どうすんの、あ、最後、もうこれ変えなの、ちょっと変え、うん、冷やおでいいわ、え、いかへん、冷やおに、あ、入れ替えの、冷やおでいいわ、じゃあそれで、何やったっけ、え、これ何匹目なん、何匹目なん、これ3匹目やろ引きで覆ってんの、覆ってるなで、冷凍ビューでいいと思ってるの、そのほら、あれが分からへんし、単位の一等なのか、まあ引きやな、引きでいいんちゃう、ポケモン何匹捕まえたとか言われる、あ、そうやな、今でもそうやもんな、あの、そこらでこう、こう当てながら、そうウィンディ、あ、帰るカメタや、あ、じゃあ入れ替えます、なんかほらで最近みんなその捕まえたのかとかしないけど、なんかあのその、え、もうそのあれは終わった、誰が捕まえるやつ、ポケモンみたいなやつを、ポケモンみたいなやつじゃなくてポケモンを、うん、その街中に出てくるポケモンを、ポケモン GO やろ、あ、そう、あれはもう終わった、あれはもう終わった、いや終わってへんけど、終わってへんの、やってる人はやってるで、うん、でやってる人に遭遇するのがすごく確率が高いんやけど、え、そこら辺でやってるか、うん、そこら辺で、まあ言うんちゃう、ちょっとこのこれで、うん、じゃあなんかあの一見なんか地味な、うん、普通の主婦っぽい人が、あ、主婦がやってんの、え、でそんなすごい人ですが、子供と一緒にやってるからじゃん、普通の主婦っぽい人があのやたらに手動き激しいあれなんかなんでこんな子供と一緒にやってるんじゃん、普通に、あ、もうあのその時間は違うけどってことね、うん、だから、ママは強いポケモン捕まえてきたでみたいな、来たでみたいな感じな、うん、このかい、いいの回復しはって、それ見越してそうやな、これな、うん、ほんでこれで溺れ死ぬかって言うと知らへん、うん、これで戦っていいの、いい、それそれでいい、もう一回水攻撃、うんうん、よろしい、いいよ、まだ回復しようけどなあんたがなもうないやろ薬、あ、おいしい、さすがにもうないやろ薬、水が楽しみようか、ちょっと弱い技でこれ、うん、いいのこれで、で回復をしないぐらいダメージ与えといて、うん、最後に波乗りでとどめさせる、あ、そういうあれ、テクニックみたいなのな、あ、そんなんがあんの、まあ、その方がええんちゃうかな、なんかそういうのあれ、そういうことなの、やっぱりいや、まあまあギリギリまで削るとこのまま水のハード倒せるやろ、でもほらそういうのってこう生き方にも応用できるな。そうか、生き方って。生き方。うん、え？どんな生き方や？生き方やんだから。生き方っていうのは。人としての生き方。そう。最初手抜いて。なんかそう、うん。最後本気出すみたいな。うん。なんかふらへんふにゃってしてる人やと思ったら意外となんか。ああそういうこと、うん？きっちりした人やったやんみたいな。やつにも使えるとこってやっぱ子供の頃に学ぶ、まあな、なあ、このままいいでいいで、え、すごいね、そう思ったらこれやっぱりそういうこともこういろいろ考えられるやつなんちゃう、波乗りでこれやな、
これ波乗り連打でやろう。でこのフーディーさんには、うん、誰がどうやって考えてるな、名前な。な波乗りでよろしい、うん、これ最後かおいで。ちゃうで。まだいる？多分。ほんま？うん。最後誰や？カメタン、あ、そうやな。え、何今なんかふわってこう、カメタンから上がってる。レベルが上がる。びっくりした、今なんか、ふわっと。あ、ギャラですか。ああ。ああ、変える変える。入れ替えます？うん。あ、まあ、寝そうでいいか。あ、寝相でいいんですか、今これ、うん、多分これでギャラドスっていうのはもう寝相、うん、ギャラドスって何さっきのヘビみたいな、でかい。あ、うわーってやるやつ、うんうん、ゲオ入ってくるやつ、入ってくるやつ、あ、そうね、破壊光線な。あれは確かに、もうあんなの吐かれたらな、死ぬしかないわ。多分一撃じゃさっき死なへんかったから。電撃派。ああ、機械。ああ、これであれなんや。これなんや。ハイドロポンプ。ボン。ボン。死ぬか。ああ、死なへんな。ポンプ。はい。そうか。だったら。かわいい。こんなかわいいお尻で。これな。変えてもええかな。ほなら誰さんに変えます？ヒヤオにしてみようかな。あ、じゃあヒヤオの、うん、もう伝説やから、ね、そうやっぱりもうここはそれか。まあ最後はしカメタンに活躍してもらうかどっちかやけど、まあまあええやろ。ヒヤオで、あ、イカってんの。うん、イカってんな。でこっちにはイカる技もない。こっちも怒ってんねみたいなそれは何？あの道具でな。え、何道具、うん、ちょっと待って、何道具って。バックでなスペシャルアップって。これを、うん、この名前がいいわ、スペシャルアップ、うん、特効が上がって、うんうん、難しいわ日本語。違うやろ、うん、ひらがなも難しいな、うん、あ、そうか、リフテクターのせいか。ヒヤオはどうする？回復して。どうやって回復するの？満タンの薬。あった。これね。うん。あ、もうすごい96回復したから。うん、なんか知らんけど。どうしてまたリフレッターとか使うんじゃ。で、ギャラドスの竜の、あ、怒ってる、うん。ほんで？戦うか。あ、絶対戦って。一回ちょっとダメージ与えてみる。ちょっと戦って。冷凍ビームで。強いの、このギャラドスさんが。まあ、あの普通にかなり強い人、うん、入る、うん、強い人ってやつだ。あ、強いよ。元は小池君だけど、金魚の子供やろ。 それがあれが進化するとこれになる。そんなすごいことになってたの。まあ、レートビームその倒せるやろ。また回復しようね。面白い。回復の薬で体力を回復した。ヒヤオの冷凍ビーム、うん、半分持ってきゃ大丈夫。あ、いかへんな。どうするの。まあ、もう一回打とうか。とりあえず打っていいの、うん、冷凍ビーム死なへんと思うから。こっちは冷凍でよし、うんうん、早く死んで。だから次で倒せるやろ。早く死んでもらいたい。やんで。あ、いい。もう一回冷凍にする。いい。もう倒したやろ。死んで。あ、死んだ、やっと。あ、倒したな。寝ずおは寝ずお？あ、寝ずお、あ、そうか。戦ったから、ね。びっくりするわ。自分が見てるこれ何やろってびっくりした。そうやんな。倒したね。チャンピオンのあんた、バカな、うん、本当に終わったのか。
これ殿堂入りや。全力をかけたのに負けて、せっかくポケモンリーグの頂点に立ったのに、うん、よう。俺様の天下終わりかよ。終わりや。明智光秀なりや。6300円、うん。こんな頑張ったのに6300円な。ちょっと増えたな。さっき6000円。なぜ負けてしまう、何この一人芝居。俺の育て方が間違って、なんかいないはずなのに。僕、なんかこう、哀愁が漂ってんな。展開が早すぎて、俺の育て方がとか言うてること自体がもうなんか、なんか来た、誰か来た、何これ。大きいで。あ、勝ったな、ポケモンリーグ制覇。心からおめでとう。初めて銭紙をもらってポケモン図鑑集めに出かけたところと、頃と比べると、うん、たくましくなったな。大人になったんやて。わあ、嬉しい。あんた残念だったね、これ。あ、あんたに言うてんの。四天王に勝ったと聞いてここに飛んできたのに、うん、お前は負けていたのか、うん、って。なんだこれ、人生の話。っぽいな。いや、でもこれ、そうやな。あ、まあ、そういうの教えるためのものでもあるからな、ゲームって。今の、聞いた今のセリフ、これ。上司が、あの、会長みたいな人が、こう、部長クラスに、あと部下がついてこないか分からんか、お前とか言うてる話やで、これ。そうやな、そうやな。そんなんずっと見てきたやろな、一人の力ではないこと。いや、でもね、あそこはな、なんだかんだ、あの、何やろ。偉そうやな。まあ、全員がやな、それ。まあ、どこでもそうなんやろうけどな。まあ、ちょっとそれでもそう。それ。そうやな。ほんで、これであれや。殿堂入りや。おめでとう、私。綺麗。歴代。この、ほんとこのひらがなが。最後まで、ひらがなの。ポケモンたちを、永遠に記録してたたえるフロアである。ああ記録される喜びを殿堂入りと呼んでいる。あ、そうなんや。殿堂入り。ここでクリア。激しい戦いの末、リーグチャンピオンとなったここには、私の名前とポケモンたちを記録しよう。かわいいなぁ、なんか。それでこれで、わーいって喜んでんじゃん、子供が。そうわーって。で、やったーとか言ってるのを。ほらほら。これエンディングやで。ちゃんと見てんの、それで。え、あの、例えばあんたのお母さんとかはこうやってわーとか言ってやったーとか言ってわしはポケモンやったことなかったから、そんなおかん、それを見て、よかったな、もう殿堂入りおめでとう、クリアやね、ありがとうございます。あ、これ私だよな、これが。あ、こんな格好してたんや、私。そうやな。あ、そうね、うん、ありがとうございます、ありがとうございます、本当に。これで終わり？あ、まだもう全然私動いてへんね。動いてへん。いや、そのままちょっと。でもこれに喋りたい。石像に。うん。え、何も喋られへん。うん。なんか冷たいくない？なんか冷たい感じ。え、何も喋られへん、誰も。エンディングやろ。勝手に動いてがあるわ。あ、そうなん。ちょっと。ほら、これ、エンディング。はいはいはい、はい。エンドロールがこう流れていくわけですね。うん、これで。あ、そうなんや。この増田純一っていうのはポケモンディレクター。へぇ。いまだに現役でやっとるけど。すごいね。うん、終わったで。へぇ。何回や、これ。30。あ、そんないっぱいやってた？ 36、7？あ、そんないっぱいやってんの。回としては。あ、そうなんやな。半年や。2月から2月半年やってんの。でも途中でちょっとな。まあな。休憩も入ってってるからな。1ヶ月半か2ヶ月ぐらいな。うんうん、まあ、賞味3ヶ月か4ヶ月ぐらいかかったよな。ああ、でもまあそんなんなんや。でもそれ、まあでも確かに毎日やってる小学生とかやったら、すぐ終わるな。うん、まあ、早ければ多分2日とか3日で殿堂入りぐらいできるんちゃう。あの、永遠やってる子とかやったら、うん、そう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 。
まあ、週に1回2、3時間しか出れへんからな、おっちゃん。しかもほら、ひらがなが読めへんから。すごく時間がかかんねんけどな。って言ってるから。これは、なんで頑張ったか知ってんねやろ。家に帰ってんのか。もう、このぐらいにしとこうって、もう、やばい、もうやめよう、みたいな。いや、だから空を飛ぶで。みたいな。空を飛ぶで帰って。まあ長かったわ。長いな、知らん、もう分からへん。これがそのロールプレイングゲームっつって、うん、まあ、いわゆる RPG って呼ばれてるゲームの、はい、まあ大体のプレイ時間、一本のゲームの、ああ終わるのに大体これぐらいかかるよって、君レベルやと。そうなんや。慣れていけばもっと早くなると思うけどな。何になれんの？そのゲームのシステムとかに。あー。あー。そうやな。うん、ま、でもね、やっとなんか文化についていけた。まあな。やっと日本の文化っていうか、その。追いついてんけどな。じゃあまだつい、20年前のゲームだから。追いついてもいいんだけど、まあ、触ることに、触れることができた、だから私、ね、発展途上国の人間の中で、多分、きっと。例えとしてや。例えとして、うん。例えばそこにいる、もう本当に、うん、そういう子が初めてゲームって何って言ってきたような、そんな感じ、多分。まあ単純に普通に初めてゲームやった昭和の子供でええと思うけど。発展途上国とか別に関係ない。いや、みんな普通知ってるんちゃうの。でも全員が全員、あ、でもそんなことないで。やっぱり知らん知らん。だってそう、君は知らんから。じゃあ私がの、わしはだって普通にファミコンやってたんやから、うん。だから世の中に2つあって、やってる人とやってる人がいたから、うんうん、そうそう、きっと本当にしてへん人いるから、全然。うんうん、それそれ、それやつ。君はだから、今になって初めてやったんやから。世界の人間やってんけど。よかったで。あ、よかった、終わりました、やっと。ジエンド。ジエンドで。いいか？うん。いや、スタート戻ったなと思って。な一応じゃあ一回これでじゃあ、うん、1時間経ったし、あ、辛い、うん、クリアしましたってことで、うん、はい、おめでとうございました。 ありがとうございます、うん、じゃあ一旦切るで。はいはい、うん、ください。なあ、何？ああっ、本日も最後までご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。いつもいつでもうまくいくなんて保証は